本日をもって、浩二は引退します。ありがとうございました。エイプリルフールではないですか。今後の目標展望を教えていただけますでしょうか。そうですね、ここまでね応援してもらえて、浩二軍団というね最高のファンに出会えて、最高のスポンサーさんに支えられて、最高のトレーナーに支えられて、格闘技人生ねすごく幸せでした。大口叩いてここまでねやってきて、メッキがね何度剥がれても貼ったらいいと思って、やってきました。本物だけがね生き残れる世界じゃなくて、偽物だって別に、バカにされてもね必死にやっていけば生きていけるっていうのをね証明してきたつもりですし、大口叩いて負けるっていう意味は十分分かってます。だからね、ほんまにこういうエイプリルフールに、引退するっていうのも俺らしいなと思ってます。ここまでね、応援してもらえて、ここまで戦えて、33歳まで戦えたことをね、はい、こんなにたくさんの人に支えられて K-1 からライジンに来れて、もうほんまに全ての方々にね感謝してますし、よく戦ってきたなって自分自身思いますし、みんなに感謝してます。記者の皆さんにもねこんだけ支えられて、幸せに思ってます。本日をもって、浩二は引退します。ありがとうございました。エイプリルフールではないですか。エイプリルフールじゃない。ありがとうございました。他ご質問は